はい、どうも、白熊先生です。今日のやばいニュースはですね、元 AKB48 で塩対応として有名になったですね、パルルこと島崎遥香さんがですね、当時はですね、本当はあんなことしたくなかったメディアの情報操作って怖いってことを今暴露しだしたということに関する、ニュースになっております。はい。これ何かというとですね、まあ、元 AKB48 のですね、パルルさんことですね、島崎遥香さんいらっしゃいますよね。まあ、この方ですね、AKB48 にいた頃めちゃくちゃ人気あったじゃないですか。確か総選挙でもですね、相当上位に行ってましたよね。で、その時のですね、彼女の特徴って何かっていうと、いわゆるその塩対応ってやつなんですよね。はい。まあ、握手会とかでもですね、めちゃくちゃ素っ気ないんですよ。はい。ただ、それがですね、すごく、まあ、特徴といいますか、個性にあって、当時めちゃくちゃ売れましたよね。はい。まあ、その後ですね、島崎遥さんはですね、AKB48 を辞めてですね、まあ、芸能活動は続けてたんですけども、まあ、正直でちょっとしばらく見ない時期もありました。はい。ただ、最近ですね、YouTube チャンネルが人気になったりとか、あと、ポツポツまたテレビにもなんか出だしたんですよね。はい。で、そこでですね、最近パルルさんが、その過去のことを振り返ってですね、塩対応なんて本当はしたくなかった、自分はそんなんじゃなかった、あれはメディアの情報操作だ、あれは怖いもんだみたいなことをね、まあ暴露しだしたわけなんですね。はい、今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、このパルルさんのですね、今回の暴露に関して感じた強い違和感の正体、それは一体何なのかってことに関して、僕なりにいろいろと反証法をしていきたいと思います。はい、まずですね、皆さん、パルルさんの塩対応って当時かなり話題になってましたよね。というのはなぜかというとですね、まあ、いわゆるですね、その AKB48 ができた結果、握手会というものが一般化したわけですよね。で、その握手会っていうのはですね、まあ、いわゆるそのファンの人を獲得するためのめちゃくちゃいい手段だったわけですよ。まあ、今もそうだし、当時もそうかな。うん。はい。まあ、言ってみたらファンの人とですね、顔突き合わせてですね、1対1で、まあ、数十秒といえですね、おしゃべりができるわけですよ。ってなったらですね、そこで頑張ることによって、ファンの人の結束を強くしたりとかですね、人気を取り込んだりとか、そういうですね、大きなチャンスになったんですよね。はい。まあ、いわゆるその営業ですよ、営業。はい。で、実際問題はですね、SKE48 の須田あかりさんなんてですね、握手会の女王なんて言われててですね、その握手会のみでですね、ここまでのし上がったと言っても過言ではないくらいのね、人気者になりましたからね。はい。まあ、だからですね、その握手会というのはですね、アイドルにおいてものすごく重要なですね、まあ、お仕事なわけですよ。うん。で、どういう風にして人気を得るかっていうと、やはりですね、いかに相手のことをきちんと覚えておくか、そして話しかけるか、そして元気いっぱいにね、楽しみに話すかみたいな、まあ、そういった営業力がね、大事になってくるわけなんですよね。うん。で、そんなですね、握手会全盛のようにおいてですね、このパルルさんという方は完全なる塩対応だったわけですよ。はい。ブスッとしてるんですよね。はい。ブスッとしていてですね、もう特に何か喋るわけでもなく、ささっと終わっちゃうみたいな、もうやる気あるのか、なんたらちょっと怒ってんのみたいな。うん。ね、そういったキャラクターの方だったんですよね。はい。まあ、ただですね、やはり、その、いかにですね、営業、まあ、営業スマイルって言うとちょっと言い方おかしいかもしれませんけど、握手会頑張ってます。ファンの人たち来てね、楽しんでくださいね、みたいな、そういったアイドルの方たちが多い中で、逆にこのパルルさんみたいなですね、塩対応というのが目立ったんですよね。つまりそれが大きな大きな個性になったんですよ。まあ、そういうのもあって、パルルさんでがっつり売れたわけなんですね。はい。でですね、そんなパルルさんがですね、最近ね、まあ、どんなですね、まあ、暴露をしだしているのかということ、これについてちょっと喋っていきたいかなと思います。はい。まずですね、このパルルさんですね、2021年2月13日です。13日にですね、YouTube ですね、パルルームっていうですね、まあ、YouTube チャンネルやってるんですね。はい。でですね、そこで今だから言える話を暴露しすぎちゃいますみたいな、まあ、そんなですね、動画を、まあ、投稿しだしたんですね。うん。まあ、よくあるね、話って話ですよね。アイドルの方が辞めた後に過去のことを話すみたいなね。はい。でですね、そこでですね、この動画ではですね、同期である、旧期生であるですね、長尾まりやさんという方がいらっしゃるんですね。まあ、この方ももう卒業してらっしゃいますよね。でこの方が来てですね、まあ二人でアルコールを飲みながらですね、いい感じに酔っ払いながら、まあ過去のことについてですね、まあいろいろまあ喋るわけなんですね。うん。はい。で、その中でですね、過去を振り返って島崎さんが、まあ、いろいろ話し出したんですよ。はい。というのは何かっていうとですね、島崎さんはですね、当時のことをですね、振り返ってですね、その長尾さんに対してですね、私、塩対応キャラじゃなかったよね。最初の頃は超初々しかったよね、というふうにコメントをしたんですね。はい。まあ、つまりですね、その、大勢にですね、知られている、認知されている塩対応キャラがですね、本来の自分とは食い違っている、違うんだということをですね、まあ、訴え出したわけなんですよ。うん。で、さらにそこに関してですね、島崎さんはこう思います。やっぱりメディアの情報操作って強いと。ね、いうふうにこぼしですね、人前にいる時のとですね、普段の時とですね、何一つ変わってないというふうに強調してると。はい。私は別に塩対応ではなかったみたいなね。はい。ただ、やはりですね、そういうのがすごく求められていてですね、なんか苦しかったじゃないですけどね。はい。違和感があったじゃないですけど、まあそういったことをですね、動画の中で話してるわけなんですね。はい。
でですね、まあ、実際問題はこの長尾さん、同期の長尾さんからしてもね、パルルさんはですね、別にそんな塩対応じゃなかったみたいなね、感じらしいんですよ。はい。まあ、だから言ってみたらですね、この友達と言いますか、その同期と言いますか、仲間の前では別に普通にね、話してた感じだったんでしょうね。はい。まあ、でも、やっぱり当時はそのね、塩対応というのを求められてたし、自分もそれを受け入れてたと。はい。というのは何かっていうとですね、ここ大事なとこですね。他の先輩たちとは違うことを発信したりとかしなきゃ、選抜に入れないと思ってたというふうにコメントしたわけなんですね。はい。まあ、だから、やっぱりね、うん、自分もそのある種キャラを受け入れて、そっちに寄せていってた部分もあったってことなんでしょうね、きっとね。はい。でですね、うん。当時のことを、まあそういうふうに振り返ってですね、今の YouTube ではね、明るく楽しく本来の自分でやっているというですね、ことらしいですね。はい。というのがですね、まあ記事の内容となっております。はい。まあですね、だからまとめますと、島崎さんは、まあある種ですね、求められてた部分はあったけど、それに乗っかったってことなんでしょうね。はい。で、ここに関してちょっと僕は思ったことなんですけども、うん。なんかね、このメディアの情報操作って強いっていう言い方は、ちょっとどうかなって、ここだけはちょっと違和感があったかなっていうふうに僕は思います。はい。というのは何かっていうと、島崎さんはですね、確かにその塩対応であるっていう部分に関して自分の中で違和感があったのかもしれません。はい。ただですね、まあ、言ってしまえばそれに自分自身が乗っかってた部分もあるわけじゃないですか。絶対にね。はい。乗っかってそれをある種全うしようとしてたわけですよね。で、その結果大きな人気を得たわけじゃないですか。うん。なわけですから別にですね、その被害者意識みたいな感じ、被害者的な立ち位置はちょっと違うんじゃないかなって思いますね。はい。まあ、今回の件でもしも被害者を無理やり作るんであれば、当時の塩対応を信じていたファンの人たちが被害者なんであって、そして加害者はですね、それをやっていたそのパルルさんだったりとか、そしてそのパルルさんにそういうキャラ付けをしようとした運営だったりとかっていうのが、まあ加害者に当たるんじゃないかなって思うんですよね。うん。はい。ある種自分もですね、当時は納得の上でやっていたわけですから、ね、こういうふうに終わった後にですね、被害者意識被害者意識をですね、100% みたいな感じで言うっていうのは、うん、なんかどうなんだろうなっていう気はしますよね。はい。まあでもですね、でもこのパルルさんの言いたいこともわかるんですよ。はい。それは何かっていうとですね、そのアイドルの方とかって結構後々キャラ変する方っていらっしゃいますよね。いい意味でも悪い意味でも。うん。まあ例えばなんですけども、なんかこう元気いっぱいなアイドルですみたいな感じでやってた女の子が、まあどっかのタイミングで女優に転向して女優としてですね大ヒットしてですねめちゃくちゃ売れたりするとなんか急に雰囲気出し出すっていうか、うん、なんかアイドルの時は元気いっぱいみたいな感じだったのになんか急になんか女優さんみたいなはいはいなんとかですねはいみたいななんか急になんか大人しい大人の女性みたいな感じでなったりとかですね。はい。まあ、ちょっと一個具体名あげるんであげればですね、綾瀬はるかさんとかそうですよね。綾瀬はるかさんって今や超一流の女優さんなわけですよ。はい。で、実際問題こうバラエティ番組とかも出てもですね、やはり女優さんってこともあってあんまりトーク得意じゃなくて結構返すのが遅かったりとかですね、うん、なんかそこまでなんだったらノリが良くなく見えるくらいなんですよね。はい。でも実際問題綾瀬はるかさんってですね、過去まあ、ね、全然売れてないことはです、頃はですね、結構こうグラビアアイドル的な活動とかもやってて、当時は深夜のバラエティ番組とか出てたんですよね。はい。で、そこでですね、まあ割とですね、はっちゃけだと言いますか、うん、こう深夜バラエティ特有のですね、ちょっとエロめのね、なんか、うん、企画と言いますか、攻めた企画みたいなのも結構やってらっしゃったんですよね。はい。でもですね、いつしかこの女優としという活動にですね、シフトチェンジして、それが売れた結果ですね、当時のことは完全になかったことにしていてですね、当時出ていたバラエティ番組深夜のやつとかは全部その経歴から消したり載せてないんですよね。うん。はい。で、深夜の時はですね、あんだけ元気いっぱいでね、もう一人のバラエティタレント頑張ります、売れます、わーみたいな感じだったのに、なんかすごいこう女優然としたりとかね。はい。まあだからこのようにですね、芸能人の方がキャラ変をするっていうのはまあよくあることなんですよね。はい。でですね、そんな中でちょっと最後に僕が最後言っておきたいのが、カズレーザーさんいらっしゃるじゃないですか、芸人の。はい。あの方がですね、キャラ変するですね、芸能人の方に関して言った言葉ですごい僕の中で胸に響いた言葉あるんですよね。はい。それ何かっていうと、芸人の千原ジュニアさんいますよね。で、あの方って昔はジャックナイフって言われてくらいめちゃくちゃ尖ってたですね。まあ本当トゲトゲしい感じの芸人さんだったんですけど、笑顔も全然見せないような。でも今ね、千原ジュニアさんですごい丸くなったし、もう本当に笑顔をみんなにね、見て楽しげに話すお兄さんみたいな感じになってるじゃないですか。うん。で、当時、そういうのってですね、じゃ、昔はジャックナイフだったけど、今はこんだけ丸くなってよかったね、みたいな感じで、すごくこう、なんて言うんでしょうね、こう、いい感じに捉えてるじゃないですか。こう、プラスと言いますか。ね、ポジティブ的な面で捉えられてますよね。はい。ある時ですね、カズレーザーさんがですね、そんな話をしていたジュニアさんにポンと言った言葉が、僕の中ですごく、あ、なるほどって思ったんですよ。うん。それは何かっていうとですね、千原ジュニちゃんに言ったのがですね、当時のね、ジャックナイフだったジュニアさんを好きだった、支持してた人たちがいっぱいいたわけじゃないですか。でも、今そういう風にキャラを変えるってことは、その人たちを裏切るってことになっちゃいますもんね、みたいな感じで、いじるみたいな感じで言ったんですよね。はい。
あ、なるほどなって思って、確かにそうですよね、なんか。うん。だって当時のジャックナイフ的なね、ジュニアさんを好きな人がたくさんいて、その結果ですね、ジャックナイフ的な感じで売れてたわけですから、それがですね、ある日急にゴロッとキャラ変したら、え、そこが好きで応援してた俺たちの気持ちはどうなっちゃうのって、確かにこう、ね、なるのも頷けますよね。うん。で、まあ、それをカズレーザーさんが言ってるのがいいんですよ。というのは何かっていうと、カズレーザーさんってめちゃくちゃ裏表がなくて、特にキャラ変が一切ないんですよね。はい。あの方って売れた時からずっとなんかヘラヘラしながら、ヘラヘラひょうひょうとしながらですね、どこまで本当か嘘か分かんない感じですね、ペラペラ喋るみたいな、こう軽口男みたいな感じのキャラクターじゃないですか。でも言ってることは結構深いみたいなね。はい。で、カズレーザーさんって一切無理してないんですよね、キャラ作ってないっていうか。はい。ただデビュー当時から今はですね、もう売れてからもう4、5年とかですか、もっと経つと思うんですけど、カズレーザーさんって一切キャラ変わってませんよね。あのまんまですよね。はい。だからそういう風な立ち位置でやられてるね、キャラ変なしで来れてるカズレーザーさんだからこそ、ああいうね、急激なキャラ変をガクッとするような、まあタレントさんに関してそういうことを言えたんじゃないのかなっていうふうに僕は思いましたね。はい。というわけでですね、今日はこの辺でやります。この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントあったらぜひお願いします。どうもありがとうございます。